ジョーカーか。さすが。無事だったようだな。すまない。ここは一体。ベルベットルーム。よくわからんが。大衆が牢につながれていて驚いたかと思えば、今度は自分が牢屋の中とは。まあ、現実世界もあの有様では、助かったとは言い難いか。今の状況、俺たちの手に負えるのか。回答にできるのは、所詮は誰かの心を改心させることだったが、外はもう地獄へさながらだ。俺たちも、敗れた。自分の無力を感じるんだ。人々は望んで牢屋に収まっていた。それだけじゃない。牢を壊すなと叫んで自ら聖杯を助けていたんだ。必死に改心させた悪党たちも改心したことで、俺たちは誰も望まないことに命を懸けた。自分の、そうか、どこかの誰かの正義ではなく、初めて会ったばかりの頃、俺が断っても断っても、だが、あの時お前たちがしてくれたことは、いいだろう、心地よさだけが芸術ではないように、嫌な顔をされようが、信じる正義は、もう揺るがない。礼を言わせてくれ、ジョーカー。やはりお前といると最高の着想が湧いてくる。ああ、この世が地獄へのままでいいはずがない。俺は絵描きだ。全てを美しく塗り替えてやるさ。では見届けに行くか。聖杯なんかに縛られなくなったこの世の景色をな。では、なるほどな。すまない。あ、ジョーカー、よかった。無事だったんだ。やっぱり本当に天国じゃないみたい。ってことは、渋谷が地獄みたいになったのも本当ってことだよね。弱いな、私。本当の本当にこれで死ぬんだって思った時、めちゃくちゃ怖くて、まだ体が震えてる。怪盗団の正義とかそういうこと、あの瞬間は全部頭からなくなってた。ジョーカーは死ぬかもしれないトリックでも体張ったじゃん。でも私は、誰かのためとか言っといて、いざとなったらこのざま。そりゃ負けるわけだよね。やっぱ私みたいのはおとなしくしてた方が良かったのかな。前を、そうだね、そうだった。こんな泣き言、志保にめちゃくちゃ怒られる。何より自分自身への裏切りだよ。あの日感じた思いだけは絶対譲れない。もう二度と、二度と誰かをあんな目に遭わせたくない。泥棒名乗ってまで前だけ向くって決めたんだもん。負けて死ぬのが本当の死じゃない。本当の死は前の自分に戻ること。もう二度と間違えない。ありがとう、ジョーカー。君のおかげで大事なことを思い出せた。君に会えたこと、
仲間でいられること。オッケー、ジョーカー、あんなでっかいお宝諦めて帰ったら決着つけに行くんだよね。ねえ、あのさ、無事だったのね。よかった。町の人たちは大丈夫かな。すごいことになってたし。っていうか私たち以外はみんな全然見えてないみたいだったけど、自分が消えちゃう瞬間、本当にこれで死ぬんだって思った。私、どこか怖くなかったの。所詮私じゃここまでだとか、お父様に直接謝れるかなとかよぎって、変われたと思ってたのに、自分の命さえ今でもどこかで仕方ないって思ってるのよ。自分がごめんね。泣き言言われても困るよね。まだ戦うんでしょ。無理して私を連れて行かなくても、足手まといならこのまま。それはそうだね、違うね。たとえ自分を仕方ないって思う時があっても、あなたや仲間のみんなは絶対そんな風に、もう諦めないから。歪んだお父様を裏切ったあの日のように、過去のつまらない自分も。ありがとう、ジョーカー。いつか憧れてた正義の怪盗、あなたは本当に私が思った通りの人だった。助けられるのこれで2度目ね。このシチュエーション、まだ負けたわ。あの、あのね、よう、お互い、なんとか死んでねえみてえだ。ここどこなんだ。おお、しかし牢屋とはな。渋谷、えれえことになってたろ。なのにみんな普通で、何も見えてねえ。いや、見たくねえって顔だった。なんなん、理不尽に苦しんで悲鳴上げてる連中がいて、本当の本当は元のままが良かったってことか。俺らのやってきたこと、やっぱ強えな。答えが分かんねえまま死ぬんだって思った時、初めて俺たち本当は正しくなかったんじゃ、だから負けたんじゃねえかってよ。お前はよく考えりゃ、勝つも何もよ、俺のしてたことは結局どこまで行っても自分の犯行の続きだったんじゃ。それでそうだったよな。自分みたいな思いを他のやつにさせない、傍から見て正義かじゃねえ、自分流だから。いいぜ、どうせ花から人に好かれるたちでもね、俺らしく全力で。
あん時と同じだな。またお前にアンガとな。照れくせえけど俺お前に会えて、やられっぱなしってのは性に合わねえんだ。あの神様気取りのキンキラ野郎、落とし前つけなきゃ腹の虫が収まらねえ。行くぜあの野郎、やりに行くんだろ。なあ頼むぜ。お、よかった。渋谷とかどうすか。ベルベ、なんかかっけえ中二ネームだな。やっぱリアルは厳しいわ。インドアじゃこういう痛みはちょっと体感できないな。引きってた私が、クソ、お家帰りたい。でもな、このまま本当にお家帰ってもそこが一番つらい。私変わったみたいだ。私いつの間にか顔も知らない人たちのこと。成長？正直きつい。きついけど、そうだな、とっくに分かってる。私は逃げたくない。お母さんが死んだ時のことずっと間違って思い込んで、本当に本当に辛かった。知らないままは本当に、そうだよ、私のペルソナがちょっと特別な子なのは真実を知りたい。それが私の本心。こうなったら付き合ってやる。どこまでも自分の足でな。ジョーカーは心が強いな。ありがとう。嬉しい。なんか嬉しすぎて私の語彙じゃうまく言えないよ。相手は神様か。自分の家からも出らんなかった私が神様ぶっ倒すとか、激アツだな。つうか気づいたら私自力で牢屋破れてんじゃん。バーン、リアルジェルブレイク。さすが、できる男は話が早いな。さてやり返しに行くぞ。ねえねえ、無事なのね。何が起きたのか。そういえばあなたはその姿なのに、なんで私の格好は普段のまま。これって私の中に反逆の意志がなくなったってこと。そうかも。ここを出られたらあの聖杯ともう一度戦うのよね。
大衆のみんなから応援されて無限の力を集めてる。ジョーカーは勝てるイメージある？私考えてもどうしてもイメージできなくて。お姉ちゃんやお父さんが背負ってた厳しさが一人の悪党に勝てるかじゃない。本当の相手は世の中全部。それでも必ず勝たなきゃいけない。私どうしたら。自分を信じる。自分参ったわね。正しい答えを探すだけじゃダメ。ないなら作らなきゃね。私のこの手で。洗礼の中から要領のいい正解だけ選ぼうなんて、そんな生き方じゃ大人の言いなりで当然。そもそもが負け犬の発想だわ。でも私は勝ちに行く。たとえ世界の全部が相手でも。もう大丈夫。ブレてた覚悟がもう一度固まった。あなたが私に見せた景色を全ての人に見せてあげたい。ええ、ありがとう。信じられる仲間って。行きましょう。最後の大仕事、負けて終われないわ。何なんだ。誰？私の名はイゴール、ベルベットルームのある。私はラベンツァ、同じく住人でございます。皆さん。ベルベット。主は長き幽閉より解き放たれたばかり。僭越ながら代わって私が。ねえ、モルガナは？お会いになりたい。そこに。んなとこに隠れてたのか？我が輩、ここで生まれたんだ。悪神を人間の精神世界から打ち払うために。モナ？我が輩の役割はトリックスターを見つけ、そのために我が輩は。さよう。本当にここが悪神に乗っ取られそうになった時、主が最後の力を絞って我が輩を作った。わずかに残った人間の希望を集めてな。聖杯、いえ、今や神を名乗るあれは人間に永遠の霊俗を強いる悪神です。思考が停止した人間ならざるもので現実を満たし、自身の永遠の繁栄を実現する。それこそが悪神が目論む人間の破滅。いや、言ってる意味全然。黙って聞いて、もう時間がないの。ちょっと待って、聖杯が神？なんで意志があるのか疑問だったけど、まさかあれはお宝じゃないの？いいえ、あれは紛れもなくメメントスのコア、大衆の歪んだ欲望。そ、もしかして支配されたいと望んでるからお宝が神様に？その通り。悪神は素養ある二人の人間を選び争わせました。一人は大衆の歪みを煽る者、名を明智五郎。彼が勝てば人間の世界を壊して作り直す。もう一人は抗うトリックスター。それが彼。こいつが勝てば人間の世界を残す。表向きはな。悪神は知っていたのです。怠惰な人間に変革など起きぬことを。なぜなら悪神は大衆の歪んだ願い。そのですが、
我が真の主は必ずや人々の中から変革を成し遂げるトリックスターが現れる。こしかし悪神は可能性を笑い、そんな素養を持つ者を逆に絶望させ、人間の無力を証明しようとした。そして彼には大きな素養があった。だから近づいてきたのです。救い主たるトリックスターを育て上げ、それを拒絶する大衆を見せつけて、おそらくは悪神自身にとっても危険の目を摘み取る意味があったはずです。思えば引き裂かれていた間も、私は公正という言葉にどこか矛盾を感じています。当然です、公正など。最初から勝たせる気のないゲームにこいつを巻き込んでたってことだ。クソが、なんてこった。今やあなたたちの現実世界は、大衆らの怪盗団を拒む認知に満ちた今の現実に、悪神の目指す世界はもはや成就の一歩手前だと言ってもよいでしょう。でもまだ希望はあります。悪神の正体が暴かれた今、あなたもまた本来の意味で更生を遂げるべき時、牢獄を出て歪んだ世界や囚われた人々の全てを救う。モルガナが導いた真のトリックスターたるワコードよ、悪神に挑み現実に居場所を取り戻す、その覚悟はできていますか。あんのムカつくキンキラのお宝野郎。大変結構、恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力を楽しみでございますな。出口はモルガナが知っています。モルガナ、彼らを導いてください。本当にお疲れ様でした。あなたに課した過酷な務めも。ねぎらいの言葉は終わったらたっぷりいただきます。ついてこい。ジョーカー、こっちだ。え、また渋谷って、そっか、体が消えた時いたんだよね。やっぱりまだ誰も異変を自覚できないままみたいね。見ろ、今抜けてきた扉。これは確か開かずの独房。そう、独房の正体は歪みに飲み込まれたベルベットルームだったってわけさ。そういえばこの中で生まれたって言ってたもん。待てよ、中にいる最も危険な滞在人って俺らつうか、要はこいつだったってことかよ。ジョーカーは多分ずっと前から悪神の邪悪な誘惑を受け続けていたんだ。本来人間の精神を育むための存在だったベルベットルームが乗っ取られた。あの野郎の巣、メメントスの中に封じられてたってことさ。っていうか、もう光ってる。記憶が戻って使命を全部思い出したからかもな。あれ、なんか光ってね。つうか妙な格好のやついんぞ。あの格好、どっかで見覚えが。あ、怪盗団じゃないか。確か前に怪盗ビジョンにあんなシルエットが。怪盗団？ああ、あったあった。そういや怪盗団っていたな。前と違う、私たちは。でも全員じゃないみたい。大勢いる中のほんの一握り。まさかモナの光のおかげか。でも怪盗団って思い出してくれたのよ。希望の鍵。モナ、導いてくれ。俺たちはどこへ向かえばいい。
あそこだ。あの神殿にさっきの野郎がいるはずだ。